よし。今日の試合だが、夏、お前には抜けてもらう。なんでだよ、じっちゃん。まあ待て、夏にはルーシー救出を頼みたい。ルーシーを？大馬頭演武で優勝すれば、ルーシーを合法的に返してもらえるかもしれん。だが、全てを信じることはできん。二正面作戦というわけですね。フェアリーテイルは試合に出ますが、その裏で別動隊がルーシーの救出に向かう。初代、その通りです。試合にはエルザ、ラクサス、グレイ、ガジル、ジュビアに出てもらう。夏はミラとウェンリーと共に城へ潜入し、ルーシーを助け出すのだ。そういうことか。よし、任せとけ。ルーシーは必ず救い出す。よし。よし。最終日は全員参加のサバイバルゲーム、その名も大魔刀演武。バトルフィールドとなるのはなんとクロッカスの街全域。あとギルドのメンバーはすでに分散して待機してるかも。街を駆け回り、敵ギルドのメンバーと出会ってしまったら戦闘開始になるかも。相手を倒せば1ポイント、それがリーダーなら5ポイント。どのチームもまだ逆転可能です。いいか。私たちは優勝するしかないんだ。ルーシーを取り戻すために。ナツさんたちが無事救出してくれれば。それに越したことはねえな。だとしても優勝にはもう一つの目的もある。7年間苦い思いをしたギルドの奴らのためにもな。行くぞ。栄光なる魔の頂は誰の手に。大魔導演部開始です。さあ、各チーム一斉に動き出したかも。あちこちで衝突し、激しい戦いが繰り広げられています。フェアリーテイルはまだ動いていません。何の前じゃ。ルーシーを助けるために勝たなきゃならんのだぞ。だからこそ冷静にならねばなりません。私は今までの4日間で敵の戦闘力、魔法、心理、行動パターン、全てを頭に入れました。
それを計算し、何億通りもの戦術をシミュレーションしました。敵の動き、予測と結果位置情報、ここまで全て私の計算通りです。作戦はすでに伝えてあります。仲間を必ず勝利へと導く、それが私の戦です。妖精の星作戦発動。了解。各自3回、次の目的地まで進んでください。おお、初代の言う通り、ことが進んでおる。出会う者を次々に撃破、相手の動きを全て読んどるのか。はい。これで エルサさん、できれば他の形で出会いたかったが、やむを得まい。向こうにもう一人いるだと。ギヒ、初代の言った通り、獲物が引っかかりやがったぜ。すまないな、イツヤ、ここで狩らせてもらう。そうか、私は待ち伏せされていたわけか。エルザさんがそこまで私を追い求めていたとは。違う。会いたかったよ、マイハニー。エルザ、あんなのが趣味だったのか。違う、全力で否定する。力のパルパル。クンクン。おい、あいつ本当に強いのか。油断するな、ああ見えてすごい魔導士なのだ。フォトンスライド。エルザさんと戦うのは心苦しい。これもブルーペガサスのため。微笑みスマッシュ。エルザさん、相変わらず素敵なパルファムだ。カグナ乾燥変電ブルーメンブラスト。血流の腰が今だ。ガジル、一気に行くぞ。長引くと何を。オーマ鉄人剣。力のパルファム。それ
クンクン。まだ強化しようというのか。カッコ行くぞ、ペンタグラムソード。我々の勝利だ。無念、行けエルザさん、私の屍を越えて。楽に一匹片付いたな。初代の読み通りにことが動いた。さすがは妖精軍師メイルス。よし、次のポイントへ向かおう。おう、またな。さてと、グレー様。よし、あれはシェリア。初代の読み通り。あなたはリオンの愛する人。愛されたくなんかありません。あなたがリオンを惑わせてるの。ジュビアはグレー様一筋です。シェリア、大丈夫か。くそ、めんどくせえとこに来たな。リオン、グレー様、二人で一気に片付けるぞ。二人で一気に片付けんぞ。二人一緒にどこまでも。愛してる、ジュビア。新婚旅行はどこになさいます、ダーリン。お前の頭の中はどうなってるんだ。いかん、早くジュビアの目を覚まさねば。目を覚ますのはリオンの方だよ。グレイ、勝った方がジュビアをもらい受けるという約束、覚えているだろうな。そんなもん知るかよ。だが、俺たちは負けるわけにはいかない。行くぞ、ジュビア。はい、グレイ様。ナイスメイク、エルフ。シェリア。よし、それ回復されちゃいました。このままじゃ。だがチームワークはなってね。つけいる隙はある。俺たちはチームワークで勝負だ。はい、グレー様。
攻めいくフロア、アイスメイクスノードラゴンか、アイスメイクアイスゲイザー、イオンちゃんとジュビアには攻撃してよ、それはお前に任せよう、ただし傷をつけたら許さん、無理、アイスメイクフロア、グレイ覚悟しろ、もっと力を合わせられる、グレー様全魔力をぶつける、はい、行くぞ、気負って、シェリア、何をしている、シェリア回復だ、行くぞジュビア、はい、グレー様、いっけー、シェリア、ぼーっとするな、ウォーターレブラ、アイスゲイザー、うお、己シェリア、いつまで手握ってんだよ、一生です、怖えよ、ほら次の場所行くぞ、はい、よくもよくもレクターを、それでよい、父上の恐怖統制は今ここで終わりを告げよう、父上の力をも超えるスティングこそ新たなるマスター候補にふさわしい、黙るがよい、負け犬などいらんのだろう、持論に従うなれば、スティング、そなたになく
夏というものにあるもの、それこそが思いの力だ。思いの力。知らず知らずのうちに父上に感化されていたようだが、仲間などいらぬ。力こそが全てだが、そなたの本質は違う。レクターを思う気持ちが力となる。そなたはその力を手に入れたのだ。そなたは夏をも超える。お嬢、俺はもう。案ずるな、レクターは生きておる。わらわの魔法で別の場所へと飛ばした。本当かお嬢、ありがとう、ありがとうお嬢。早くレクターを元に戻して、本当にありがとう。甘えるな。大魔党演武にて優勝をするまではレクターは渡さん。何言ってんだよお嬢、頼むよ、今すぐレクターを返して。わらわは父上とは違う。しかしセーバートゥースのあるべき姿が天下一のギルドであることに変わりはない。そなたは手に入れた力を証明せねばならん。勝つことで民に力を誇示せねばならん。愚かな考えは起こすでないぞ。レクターの命はわらわが握っていると知れ。俺は必ず優勝する。俺のシナリオは考えうる最高の優勝へ向かっている。見ててくれレクター。セイバートゥースのスティング、ラクリマビジョンのカメラで捉えられません。今どこにいるのでしょうか。よく頑張りましたね。ええ、ギヒ。おっと、うん、ガジル。クソ、初代の作戦がめちゃくちゃじゃねえか。どこで狂っちまったんだ。え、私の計算が、どこで。泣いてなんかないです。泣いてなんか。誰か全力で初代をあやせ。しつけえなお前も。俺はサラマンダーほど優しくねえから覚悟しろよ。一日やそこらで力の差は埋まらねえ。諦めろ。もう一遍言ってみろやコブ。誰が誰ほどじゃねえって。少しずつ分かってきた気がする。お前がなんでフェアリーテイルに入ったのか。何の話だ。覚えてないのも無理はない。俺は坊主頭のガキだ。お前のいたギルド、ファントムロードに憧れる、ただのガキだった。俺は、ファントムロードのガジルに憧れていた。だが、フェアリーテールとの交渉に敗れ、ギルドは解散。こともあろうか、お前は憎きフェアリーテールに入った。信じられなかった。よりによって、ファントムロードを潰したギルドに入るとは。そこには意味があるはず。お前がフェアリーテールにいる意味、それが分かってきた。仲間だろ。お前たちが強い理由も今なら分かる。俺たちじゃ勝てないわけだ。待て、お前は何も分かっちゃいねえ。ギヒ、耐え
エルは仲間だろ。カエル？クロム様。フロッシュは猫だ。そうだ、フロッシュは俺の仲間だ。かなわない。ロール。誰だ、どこにいる？ロール、ガジンを殺せ。それがお前の運命だ。おい、どこにいるんだ、どこに？バカ、俺はお前の影だ。力を貸してやる。ガジンを殺せ。おい、どうしたんだ急に。ガジンを殺せ。それが俺の運命だ。力を貸してやる。少しだけ力を貸してやるぞ、ローグ。誰だ？影。運命を司る影。なんだか知らねえが、とことんやり合いてえ。フシュ。何？シャドウドライブ。ヘッドユーク。やはり夏ドラグニオン。粘着戦。その夏ドラグニの今の俺の敵ではないな。兵竜の粘着戦。行くぜ行くぜ。ケツリ行くぜ。ケツリン剣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 。これがあのガジルか。たわいもない。影がお前を侵食する。そして永久に消えるのだ。ねえ、暗闇の中で。ギヒ。サラマンダーにできて俺にできねえはずがねえ。何よ。バカだ。誰だか知らねえが、そいつの体から出ていけ。ローグか。それとそいつの名前はローグじゃねえ。俺の弟分だったライオスだ。お前は俺に憧れてたんじゃねえ。あの頃の俺がそんな男じゃなかったのは俺が一番よく知ってる。恐れていたんだ。もう一度思い出させてやる。俺の恐怖を。これは鉄英竜。防ぎきれねえなら影を食ってやろうじゃねえか。俺の知らないガジル。
鉄連装鬼神。さっきまでの威勢はどこ行ったんだお前。オーマ鉄人剣。楽勝だなギヒ。所詮今のローグにはこの程度が限界か。あ？消えた。もうやめて。ローグが死んじゃうよ。もうやめて。勝負はついた。何もしねえよ。クロシュ。なぜここに。お前、あれ、体中が、俺は負けたのか。覚えてねえのか。あの影何だったんだ。俺の相手はどこだ。初代はここで遭遇するって言ってるな。お主ジュラ。おいおい聞いてねえぞ。青天大魔道が相手とはよ。すみません、私の読みが外れたばかりに。お主とは一度拳を交えてみたかった。かのマカロフ殿の。おっと、その先は言うな。ここに立っているのは英霊称号を背負ったおっさんでも誰かの孫でもねえ。ただの2匹の男だ。良い目だ。ここはラクサスに任せましょう。彼を抑えられればだいぶ有利になるはずです。よし、初代の作戦ではここに来ればセイバーが。カグラ、初代の読みが外れた。ガジラもいないが、やるしかない。噂通りの武人か。見せてもらおう。ティターニア。誰が相手であろうと押し通る。フォトンスライド。抜かぬ太刀の方。納刀したままでこれほどく。混ぜてはくれないか。ミネルヴァ。我らがセイバートゥースも随分と信頼を落としてしまった。無論言うまでもなく、そなたらのギルドによってはエルザ、カグラ、我がギルドこそが最強である証明を示すために、そなたらごときはまとめて始末してみせようぞ。大した大口だ。オタクはいい。来い、ウッダーグル。いや、エルフ、ニア、ガルス、エルカンティアース。ヤクマ18等身魔法。ヤグド、リコール。ミネルヴァの凄まじい一撃。
無事のようかも。なるほど、よもやここまでやるとは計算外だ。このままでは拉致が明かぬ。少し趣向を変えよう。先ほど捕らえた子猫だ。見えるな。見えるか、この娘の苦しむ姿が。この空間の中で常に魔力を奪い続けておる。安心するがよい。人質を出しに屈服させるつもりはない。趣向を変えると言ったであろう。そうだ、その表情が見たかった。ミリアーナを離せ。そなたに王者の戦いというものを見せてやろう。二度は言わぬ。命あるうちに私の仲間を解放しろ。奪ってみせよ。虎を食うのは二頭目になるな。今度はうまい虎が食えるとよいな。入れ替わった。入れ替えられた。二人で決着をつけよ。勝者の相手をわらわがしてやる。乱入してきた割には随分情けない王者だな。自分の戦略通りに駒を動かすのが王者だ。光栄に思え。2対1ではさすがにかなわぬ。そこの見積もりは誤ったことは認めよう。王者は勝たねばならん。どんな状況にあってもな。ミリアーナを返せ。貴様が仲間のふりをするな。積もる話もあるようだしな。邪魔をした。条件は飲む。ミリアーナを解放しろ。まんまと出し抜かれたな。黙れ。貴様も虎女も私が切る。本気で行くぞ。望むところ。カット。風神の鎧剣。風神の剣。ふむ大天将の方。上等紅桜。これで発動。はーっ。驚いた。これほどのものがいようとは。その強さはジェラールへの恨みようなのか。貴様がジェラールにどのような恨みを持っていようが構わぬ。だが未来に向かって歩き出したミリアーナを巻き込むな。あいつの意志だ。私の意志も同じ。ジェラールを殺す。何があったというのだ。その男のことをそなたもよく知っているはずだ。ジェラールに殺されたシモン、私の兄だ。シモンの妹。私たちは貧しかった。幸せだった。しかしその幸せは17年前の子供狩りで終わりを告げ、逃げ延びた私は何年も兄を探して、そしてミリアーナに出会い、兄の壮絶な苦しみとその死を知った。何年も奴隷として働かされ、ジェラールに殺された。目の前が真っ黒になった。そして私は新たに誓ったのだ。兄の仇であるジェラールを殺すとき、この刀を抜こうと。ミリアーナはそこにはいなかった。あの場にいたのは私とジェラールとナツとシモン。確かにシモンが死んだのはジェラールのせいかもしれん。だが殺したのはジェラールじゃない。
ジェラールをかばうつもりか。いや、真実だ。私の弱さがシオンを殺したのだ。死ぬわけにはいかない。この命を諦めること、旅立っていった者たちへの冒涜。貴様もジェラールもまとめて殺す。絶対に殺してやる。それがお前の活力なら、それもよし。その思いを踏みにじるつもりはないが、死ぬつもりもない。私はお前を知っている。いや、思い出したというべきか。名前は知らなかった。シモンの妹くらいの記憶しかなかった。まさか。そうだ、私もローズマリー村出身だ。シモンやお前と同じ。あの時の私の代わりに捕まった。シモンからはお前の話をよく聞いた。私もずっと気がかりだった。お前の無事を願っていた。今もな。心の整理はまだつかない。しかしこの勝負は私の。勝者はエルザ。しかし得点はわらわのもの。言ったであろう、王者の戦いを見せてやると。王者はうまいものしか食わない。人魚の頭、羽をもがれた妖精とかな。貴様、次はそなただ、エルザ。しかしその怪我では勝負は見えておる。子猫か、すでに戦闘不能だ。得点をわらわに。待つのも退屈だったのでな、痛めつけて遊んでおったのだ。良い悲鳴であった。貴様、ピターニアの公開処刑としよう。ミネルヴァ、貴様、お前たちは一番怒らせてはいけないギルドを敵に回した。怒りは微妙に悪い。行くぞ、艦長。行くぞ、天輪の鎧サークルソード。艦長、行くぞ、ベンタグリムソード。艦長、行くぞ、秘密兵ソード。艦長、行くぞ、ベンタグリムソード。行くぞ、天輪の鎧
これで終わりだ。お前は私の大切なものを傷つけすぎた。やめろ。アロハは、アロハは。カット。鏡の鎧。報いを受けよ、鏡聖祭。エルザ勝利。セイバートゥースのリーダーを撃破しました。別流奥義ナルミカズキ。ラクサス勝利。聖剣の魔導士を撃破。逆転逆転逆転。セイバートゥースはスティングただ一人。対してフェアリーテイルは5人全員健在かも。ここまで俺の願った通りのシナリオになるとはね。これはもう運命なんだろうな。もしやフェアリーテイル全員を倒せば逆転。この展開を狙っていたのかも。俺はここにいる。来いよフェアリーテイル。壮観だね。みんな、俺が7年前に憧れた魔導士ばかりだ。お宅はいい。これが最後の戦いだ。サシでやってやる。誰がいい？まとめてでいいさ。その怪我じゃサシはつまらねえ。あまりフェアリーテールを舐めないことです。とんでもない。あんたらには敬意を払っている。だからこそまとめて潰す。この時を待っていた。ネクターに見せてやるんだ、俺の強さを。何のことだか知らねえが、本気か。よかろう。そこまでの覚悟があるならば相手になるぞ、スプーン。そう来なくちゃ。見せてやるぜ、覚醒した俺の力。ああ。全員もうボロボロじゃねえかよ。押せば倒れるくらいにボロボロで。ここまで来たんだろう。こいつらをまとめて倒せばレクターに会えるんだ。そう、レクターに。進め、俺は強くなった。レクターへの思いが俺を強く強く強く。勝てる。勝てない。降参だ。決着。大魔導演武優勝はフェアリーテイル。
ティング、なぜ向かってこなかった？会えない気がした。勝てば会えると思ってたのに、なぜか会えない気がしたんだ。自分でもわからない。あんたたちが眩しすぎて、今の俺じゃ会えないって。会えるさ。レクター、スティングか、スティングか、レクター。ああ、聞いてください、この大歓声を。最強ギルドフェアリーテイル完全復活かも。私の計算通りですね。途中からめちゃくちゃだったじゃねえか。フェアリーテイルすごい。ああ、負けたのにこんなに気分が晴れたのは初めてだ。フロッシュ、俺は仲間を大切にする男になりたい。フロンはサーマー。終わったな。とりあえず大会は。信号弾を見た者も。いや、見てねえな。あのさ、神器くせえ顔すんじゃねえよ。ちょっとガジル君。いや、なんでナツさん出場してなかったの？何かあったんですか、ナツ君に？無事なのか、ナツ、ルシー。ようやった。よく頑張りましたね。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。大魔党演武の最終戦始まるみたいね。よし、今がチャンスだな。でもバレないようにお城に忍び込むにはどうすれば。大丈夫、考えてあるから。さすがミラだ。よし、